シャティオンは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、ローヌ県のコミューン。かつては、シャティオン・ダゼルグと呼ばれていた。リヨンの北西2 0トル直線距離で、ビルシュルソーヌの南東1 3 8トルのところにある。シャティオンは、ボージョレ地方南部、アゼルグ渓谷,谷に位置している。シャティオンは、エシャルモー峠とドマルタンを間を通るビュソニエール、道沿いにある。 コミューンは1793年にシャーティアン、1801年にシャーティアンとして知られていた。シャーティアンは間違いなく高機ラ天語のカステロムからメロビング朝時代に派生したもので設備時アイナムを伴ったカストラムの指正寺である。カストラムは古い頃は単純なダンジョンから都市を取り巻く壁までの全ての種類の要塞を意味しており、 その後、防衛上の城を意味する専門の言葉となり、次に大きな別荘の意味合いにまで縮小した。2016年時点のコミューン人口は2158人で、2011年時点の人口より1.42%減少した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。 それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、INSEE コミューンは、リヨン教育区に属する。コミューンは保育園と小学校を運営している。ローヌ県が、シモーヌベイユ中等教育校を運営している。カトリック信仰のため、シャティオンは、リヨン市教区とン番ンでピエールドレ教区に引き継がれている。 教会は、聖、バルテレミに建造されている。シャティオンの村を、12世紀から13世紀にかけて、建設された城の印象的な遺跡が見下ろしている。城の遺跡は1937年10月1日に、歴史的記念物に登録された。城のすぐそばには、ノートルダムド・ボンスクールとして知られるサン・バルテレミ、礼拝堂があり、礼拝堂はいくつかの特徴がある。 古い建物の敷地内に12世紀に建てられたのだが、実際には2つの建物が重なり合ったものである。上部の礼拝堂には持ち送りアーチの工人がある。ゴシック建築による出入り口が15世紀に付け足され、全体は19世紀に修復された。礼拝堂は1862年に歴史的記念物となっている。ありがとうございます。